トリコデルマの分成子形成部トリコデルマは、ふんたまカビズナボタンタケ目ボタンタケ科に属する、シノウキン。無性世代では、緑色の胞子を形成することから、スチアオカビの名で呼ばれることもある。一方、優生世代では、球形の小実体を作り、ボタンタケと呼ばれる。森林土壌などに普通に見られるが、時にキノコ栽培に被害を与える。菌種は素早く成長する。 寒天場地上室温ではごく薄いコロニーとして寒天を広く覆った後に分生子形成が始まる。分生子形成の方はフィアロ型でフィアライドという防水系の細胞の先端から分生子を連続して出芽する。この点では青カビや麹カビと同じだが違うのは生じた分生子が液滴の中に出ることである。青カビなどでは 古い分成紙から前へ送られて、分成紙が樹頭状になるが、トリコデルマの場合、形成された分成紙が、フィアーライドの先端の液体の粒の中に次々と送り出されるので、フィアーライドの先端に分成紙の団子ができる。分成小柄は往々にして集まって生じる。培地状の菌子あるいは基中の菌子から立ち上がり、何度か分子する。枝は主軸からほぼ直角に出て、 また同じ点から体をなして出る。各枝の先端にはそれぞれに三つのフィアライドが、やはり互いにほぼ直角につく。それぞれの先端に分成枝の団子がつく。全体で見ると、繰り返して規則的に分子した樹脂状の枝の先端に、緑色の塊がそれぞれについている姿となり、なかなか美しい。しかし、古くなると団子が大きくなって、互いにくっつき。 見る影もなくなる。肉眼的には、はじめは、コロニーのあちこちに、白六色の子を吹いたような塊を生じるといった姿に見え、後にはそれらが緑色のベタベタになる。なお、よく分生小柄が集まって、集団を作るので、野外でも見つけることができる。腐敗の始まった枯れ木などの湿度の保たれるような面を探すと、白六色から新緑色の、 小さなパッチ状の塊の形で見られる。ただし、口実のグリオクラディウムも同じに見える。野外でのコロニー完全世代は、小さな球形の上に、口の開いた小実体を作り、それを小座と言われる菌糸で形成されたマットに渦漏れた状態で形成する。外見上は、もこもこした菌糸の塊で、表面に黒い点が並んだように見えるものである。 色は外して明るい赤っぽい色で、朽木の表面や、あるいは硬いキノコの表面に出てくる。250種以上が認められている。無償世代のトリコデルマ属トリコデルマについては1960年代まで一種のみと考えられていたが、その500種以上に細分化された。優性世代には、ボタンタケ属ヒピコリアあるいはツノタケ属パドストローマ、という名が与えられていた。 2013年以降、無償世代と優勢世代で統一した学名を用いることになり、先、なけんの原則通りトリコデルマを用いることが提案されている。以下に、日本でしばしば見出される種を挙げる。分成種形成型や分成小柄の分子が似ているものに、クリオクラディウムグライクレイティアムがある。異なる点は、主軸が短いこと、分子の回数が少ないこと、 分子がすべて上を向くことである。そのため、胞子形成部がほぼ同じ面に並ぶので、形成された分成子形成部が初めから一つの粘液球にまとまることである。結果として、方器の先端に団子を乗せたような形になる。そのため外見上は大いに異なるが、中間的な形のものもある。ちなみに、肉眼的には緑色のよく似たコロニーになる。一般に、 森林土壌など植物遺体の多い環境には非常に多いもので枯れ木や朽ち木などにもよく繁茂する。土壌菌の分離を行う場合によく観点培地上を覆い尽くす。また、そのような場合、このカビが出現した培地では他のカビの出現が減ると言われる。これは、このカビが他の菌の生育を妨げる物質を分泌する、いわゆる多寒作用を持つためである。 この性質があるために、キノコ栽培において、このカビが発生すると、キノコの菌種の成長に害を与える。椎茸栽培等においては、外菌として扱われ、椎茸のトリコデルマ病や茎膨れ病などと呼ばれる。ものは、いずれもこの菌によるもので、キノコの形が異常になったり、キノコが腐り始めたりするので、薬剤によって防ぐ方法が開発されている。 逆に、この性質を利用し、他のカビによる病害を防ぐことも考えられている。灰色カビや腐敗カビによる病害を防ぐ目的で、作物の根元に摂取する方法も実用化されている。また、この菌の抽出物が、キノコの菌を溶解する特性を利用し、品種改良にも使用される。抗生物質を産出する種も存在する。トリコデルマビライドは21個のアミノ酸からなる。 ペプチド系の抗成物質アリメスシンを分泌することが1960年代に発見されている。ありがとうございます。